パパパーっと。昨日せっかく片付けたんですけど、メイク道具おかしいな。なのでそんなにしっかりとはしません。まあ、でも日焼け止めと保湿とかはちゃんと、もうバッチリして頑張りたいと思います。すごない？この時間に橋本春菜が起きて配信をしてんだよ。朝強くなったのかな？そうでもないのかな？頑張って起きたね。あ、もうなんか化粧水とかは塗っているので、そう、洗顔終わってもう化粧水と乳液と導入剤とはもう全部洗面台で塗ってきた。保湿クリームから始めていきたいと思います。めちゃめちゃ眠いですね。でもなんか今日はね、アラーム鳴る前に起きた。すごない？いや、嘘。ん？鳴ってから起きたのかな。なんか知らない間にアラームが止まってました。どういうこと？竹兄さんハートありがとう。ワンタンメンさんハートありがとう。今日のドリンクは白湯です。朝早いのでって思ったんですけど、私間違えましたね。完全にすっごい熱々の白湯を、このステンレスの、なんていうんですか、冷えにくい、ぬるくなりにくい、かぬるくなりにくいやつに入れたんですけど、熱くて飲めない。怖い怖い怖い、飲むのが怖い。だからまだ一口も飲めてません。バカ完全にバカ。ということで今日はもう下地は1種類で、別にステージとかに出るわけでもないので下地は1種類で終わらせてしまいます。水で薄めたらね、意味がないんですよ。そう、だからちょっと熱しすぎたね、完全に。まあそれだけこのコップはすごいということで正当化してるわ、完全に。うん、すいませんね、通知の音が、アラームの音になっているので爆音ですね。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。歌います、ありがとう。朝から歌うしかもなんなら今おじさんがいるんだよね。それで歌えるかな。あの日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった。
からもの何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた一番大事なことは前を向いてることだうなついて元気が出た朝から高音はきつい胃がきつかった今ミラーボールありがとうございますありがとうすごい湯気立ってるもん見える見えないかすみちゃんハートありがとうおのちさん音符ありがとうマックミックさんハートありがとうキュンですみんなありがとうあマックミックさんはキュンじゃなかったキュンのハートじゃなかったすみちゃんのハートがキュンのハートだったもういろいろやらかし目痛いに塗ってるんですけどいつもは下地と紫の下地さっき今塗った下地と紫の下地に混ぜてるんですけど今日は下地を塗る量がね少ないので別々で塗っちゃいますドクターローさんハートありがとうございますおでこもしっかりおでこの分なくなったおでこもしっかりおでこもしっかりおでこ大事おでこピカピカすごいテカってんだけどウケるあの黒いスポンジを濡らしてないのでそうあのスポンジマジでね保水力がすごいんですけど保水力ってそう濡らして使うんですけどあのスポンジをあの濡らすとすごいお肌にお肌との浸水力なんて言うんですかっていうんですかねがすごい高まるんですよそう吸着力が高まってくれるんですけどその分その保水力があのスポンジ自体の保水力がすごい分全然乾いてくれなくてそうだから絶対あれ3つぐらい買っとかないとマジ乾かないそう1日使って次の日もあのなんていうの次の日乾いてることがないうん、人工的に乾かさないとだから困っちゃうよいしょちょっと座り心地悪め首にもなりますこれですモザイク自動手動モザイクひとつと公平さんサクトローさんハートありがとうございますありがとう次は
粉、お粉はすぐにしまえるからこれ使おう。そう、昨日綺麗にしまったからさ、あんまり綺麗にしまったやつをね、あれしたくなくて、崩したくないから。マー君さん、ハートありがとうございます。ゆうやさん、さくら、ありがとうございます。おはようございます。おじさん、喉の奥のおじさん、いなくなってくれてもいいんだよ。あ、間違えた、ファンデーション塗ってないね私。いや、もうめんどくさいんでいいです。完全に忘れてた。まあいいです、別に。みんなが思ってる3分の嘘、6分の1しか飲めてない。みんなが思ってる6分の1しか飲んでないです、今。あちし、暑かった今、下やけどしたかも、やべ。ブサイク、この辺粉足しときたいな。ここら辺はね、髪の毛がついちゃうからね。そう、なるべく。前髪とおでこんとこと、この横んところは髪がついちゃうので、なるべく粉を多く取ります。すみちゃん、さくら、ありがとうございます。さくたろうさん、さくら、ありがとうございます。チークは塗りません。はい、いや、ほんのり塗っときます。いや、でも絶対取れるんだよ、知ってる。だから塗る必要性ないんだけどな、ほとんど。うん、別にマスク外すことも、いや、なくはないけど。ギャローさん、ピンクだるま、ありがとうございます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今桜が降ってるんですけど、ちょっと待ってね。誰だ、あ、ピンクだるまで埋まっちゃった。串野大吾さん、桜、ありがとうございます。おはようございます。こっち直接塗らない方がいいのかな、こうやってやった方がいいのか、スティック状のあれなんですけど。あ、1061日、ありがとう。K
今日はね夕方配信、夕方配信するかも、わかんない、するかわかんない、するかもってことにして、でもしなかったらしない。うん、場所があったらするって感じかな。外は本当に寒いよって来てる疑わないから大丈夫だよ、安心して。寒いんだね、うん、外寒いとねちょっと元気なくなるよね、わかるわかる。え、てか聞いてください、私眉毛のところにニキビできたの、これ赤いでしょ、悲しくない、なんでそこ。私ほとんどニキビってできない人間なんですけど、眉毛の中にニキビできた、で涙出る、なんか隠すこともできないし、こんな中だから、隠れてるっつったら隠れてるのかもしれないんですけど、でも赤色が目立っちゃってるじゃないですか、うん、すごい、もうどうしたらいいんだろうっていう。明日メイクさんに聞いてみよう。うん、こういうとことかにできてたらさ、コンシーラーみたいなので隠せるけどさ、眉毛の中って目立たないけど目立つよねそうだからすごい今どうしたらいいんだろうっていう気持ちなんですけど、明日メイクさんに聞きたいと思います。目立つ、わかるよね、わかっちゃう、マジでマジ聞こう。てか明日には治ってないかな、そうであってほしい。でも前髪下ろせばわかんないか、正直それはある。今前髪出てるから、出てるっていうか上げてるから分かっちゃうだけで、前髪下ろせば分かんないか。どこにもできてほしくないけど、どこにできるのが良かったんだろうねどこにもできてほしくないけど、強いて言うならみたいなとこ、どこだったんだろう。生え際とか、生え際とか、ここら辺とか、私ここハゲてんのかな、髪の毛ないんですよね、みんな。それってここマジないの、すごくない、つら、悲しい。
え、つむじ？そんなことある？こんなとこにつむじある？なんか他の人のこんなとこなんて見ることないじゃないですか。聞けなくない？え、ねえ、ここある？みたいな。聞けない聞けない。あ、やばい、眉毛乾いちゃった。いつからないんだろう。でも私も鬼ぞり？鬼ぞりって何？ちょっと眉毛カットしていきます。ちゃんとティッシュ的なものを聞いて。あー怖い、あー怖い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 、おー怖い。よし、はい、オッケー、完璧。どこ切ったのと言われそう。なんか左の方が眉毛太ない？そうなんだよね。なんかね、左だけめっちゃ眉毛生えてくんの。なんか変だな。ちょっと待って。この辺太いかな。でもさ、自分でさ、あんまりさ形とか怖くてできないから、怖い怖い、モリモリ。だってやらかしたら怖いじゃん。だから左に合わせることしかできない。私は左に合わせることしかできない。ジャローさん、さくら、ありがとうございます。てってれ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 ってってってれれれってってれってれ。何の曲？やばい、どうしよう。あったらこの曲この曲あったらどうしよう。怒られる。やば、あぴょん怒られるのだけは嫌い。うん、マジ怒られたくない人間。怒られるの好きとか言う人いないか。ちょっとアイシャドウはちょっと綺麗にしまってあるので嫌なので、今日は違うあれにします。違うアイシャドウにします。昨日の謎の曲は解決したよ。見てくれてなかったの？最後まで。あ、いい、いい温度。暑いけど。嘘、まだ暑かった。めっちゃ暑かった今。今朝はメンバー配信率高め。そうなんだ。もうあんまり他のメンバーのことあれだけど、あれだけどねあれだけど、あれだよ。それでもあれなのかい、みんな、みんなっていうかあなたあれだけど、あれだけど、あれなんだけど、あれなんだけど。
まずアイシャドウ。山内さんハートありがとう。キュンです、ありがとう。今日は爪に合わせてコーラルピンク目のネイルをしたいと思います。ちょっと前髪こっちに固めそう。朝からこっちだから、起きた瞬間からこっちだったから、こっちに固めすぎててやばい。すごい、みんなが挨拶してくれる、朝配信してると嬉しい。おはやー、嬉しいな。おはようございます、皆さん。本当に朝配信することなんて本当にないから、本当に珍しいから嬉しいですね。ギャローさん緑だるまありがとうございます。本当に、しかも突然に朝するからね、マジでビビったよね。私もびっくり。はどういうこと自分でびっくりってどういうこと、まあ、私がこんなに朝早く起きれたことがまずびっくり。自分でもびっくり。それはある、本当に、それは本当にある。今日はコーラルピンクのメイクです。こちらを使ってます。可愛いでしょ。キャンメイクパーフェクトスタイリッナ、ああ言えなかった。だから言うの諦めた。言えないことは言わない、だって言えないだもん可愛く言ってるようでマジ超絶どうでもいいこと言ってる人。だって言えないの、言えないことは言わない、だって言えないだもん。ラーメンを、ラーメン乗せます。起きた、おはよう、おはよう。最高の寝起きだね自分で言うのか、自分で言っちゃうのか。橋本、それを自分で言っちゃうのか。君は悪くないね、悪くはないけど、君との、たばやんさんハートありがとうございます。キラ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 、わっ、アップデートしてるぜ。だ待って、無理、私アップデートしてないから見れない絵文字。マジでツイッターが最近ハテナで埋まってんだよねマジで最近ツイッターハテナで埋まりすぎて、アップデートした人どれくらいいるんだろう。
アップデートした人はなんか新しい絵文字使ってください。ここに今すぐアップデートした人新しい絵文字使って。モーピーさん、さくらありがとう。意外といないのかも。違う待って謎マジハテナしかなくて謎。あ、待って意外といなくもなくもないけど、そんなにいない、私が思ってた以上にいなかった。なんかもっとすごいハテナダダダダダってくるかなって思ったら意外といなかった。アップデートしてるけどどの絵文字かわからない。多分なんかあやはちゃんと竹蔵さんの絵文字が見れてるってことは、この絵文字を使えばアップデートでしてるってことだよ。だから私はこの2人の絵文字が今見えてない悲しい現実ピエン。完璧すぎる、今日の顔も完璧すぎるって言っとこ。ましょ。その見えてる絵文字をね送ったらいいんだ私に。そしたらそれがハーピョンが見えてない。まず見えてる時点でアップデートしてるってことですからね、うん、でも2人以外の絵文字は全員見えてるよ今んとこ。だからみんなみんなアップデートしてない人たちだうん、みんなの見えてるよ。怖っ。みんなの見えてるよって結構怖いよね。普通に怖い発言してた今。へへ。うん。あちちちちちち。あ、いい温度になってきた。ちょっとずつ。ほかほかだけどみたいな。ちょっとここだけ隠したいな。ファンデーション使ってないんだけど。こうだけ。お、待って、アーリンさん、アーリン1996さん見えてないですそれ見えない絵文字私に。やったじゃん、やったじゃんっていうのもあれかな、違うのかな。でもそう、私はそういう今それをしてほしいからね、嬉しいです。やったじゃん。橋本に見えない絵文字を使って伝言ゲームをしようやばい。ムズムズするけどね、見えてないことで。すごい、この人たちは何の絵文字使ってんだろうとか。すごい、タバヤンさん見えません、見えません正解、その絵文字。名前呼ばれてないか、名前呼ばれてない方はとか言って、名前呼ばれてない方見えてますので、皆さん頑張って見えない絵文字使ってくださいっ頑張って、ハピオに見えない絵文字頑張って使って。みんな見えてるよそれ
俺の見えてないだろみたいな感じに、なんか頑張ってるかもしれないけど全員見えてるよ、名前呼ばれてない人全員見えてるよ。うわっ、竹蔵さんが私に見えない文字を使って笑ってる。やばい、ハルピョの配信でハルピョにマウントを取り、マウントを取りたいって言うとあれですけど、ハルピョに、なんていうの、あれ、名前呼ばれたいからアップデートしましたとかって人いるのかな。そんな人はいないか、さすがに。わたるさんハートありがとうございます。それしたらウケる。ふなえもんさん見えません、悲しい。ハルピョン悲しいのか嬉しいのか分かんなくなってきちゃって、とりあえず今筆をきれいにしてます。アーリン1996さんがずっと私に見えない絵文字を使ってる。こんな絵文字一個でさ騒げる日本ってほんとかわいいよね。ある程度でいいんだよ。アンドロイドって確かにどうなんだろうね、わかんない。 iPhone だから。すごい、あやはちゃんと船山さんがめっちゃハーピョンに見えない文字使って、なんかアンドロイド使ったことありますよ。おばあちゃんがアンドロイド、あれ違ったっけ、おばあちゃんがアンドロイドなのかな、わかんないけど、おばあちゃんは iPhone じゃない、多分 Android。 え、 iPhone じゃないスマホって Android ですよね。違うのかな。あ、ピエゾーさんも参戦してきた。ハルピョに見えない絵文字見えません、それ。でもすごいよね、世の中進化したもんだ本当に。今日はコーラルピンクのメイクなのでマスカラは茶色でいきたいと思います。普段はピンクだからいで黒なんですけど、今日は茶色。タバヤンさんも私を
私に見えない絵文字を使っているのね。おもろいね、このたまにハテナ流れてくる感じ。おもろい。私もね、時間なので今すごい集中してまつげやっちゃってる時間やばいなって思いながら集中してまつげやってる。私一番どこ時間かかるかな、アイシャドウかな。でマジビューラー、あのまつげパーマをもうね取れてきてるんだけど、そうなのでもうほぼほぼあんま効力ないんだけど、でもそれをしてからはビューラーをする時間が今もさっきもさ、もう本当にぷぷぷで終わったと思うんだけど、これまでもっと時間かけてたから、それが少なくなったかもな。でももう落ちてきてるので、でも結構高いからね。行くのと迷ってます。よし、雨降ってんだ外、気をつけてね。まだ外を知らない。さて、果たして富山は雨が降っているのでしょうか。ダメだな、もうまつげ下がってきてるな。ホットビューラーしよう。全国的に雨？すごい、みんな雨降ってるって言ってる。雨雲レーダー、あ、そうでもないよ。東北の方は晴れてんだ。北海道とか。この、こっち側。日本海はね、
そんなだね。太平洋側の北の方は降ってない。うん、国境越えられるとわからん。国境こ、あ、待って、これそうだ、まつげパーマも電池ないんだった、私忘れてた。電池変えなきゃいけないんだった。パパに炭酸電池もらおう。ということで、まつげパーマが機能しないことが、あ、間違えた、まつげパーマじゃない、これが機能しないことが分かったのでやめます。完成、足元完成。今日はてか最近ね、アイラインを目尻にしか引かないの。でもステージの時は別だけどね。これは何色？茶色だからこっち。よし、でも髪の毛は今からやるよ。みんなもうちょっと付き合ってね。唇のとこ、塗っても意味ないんだけどね、マスクするから。マジで意味ない。あと30分くらいなら、あ、大丈夫、うん、私もそんなにはしない。あと10分くらい。グッバイ。なんか本当にこう配信してると、人によって休みって様々なんだなっていうのがね、わかるよね。うん、あ、そうね。なんかこの時間も今も見てくれてる人とか、むしろ日中とかなら見れるとかっていう人とか、夜だよなみたいな人とか、ほんと人によって休みとか、なんだろう、見れる時間とか。なんか私はさ、ほら、パパママとさ、自分のさ職業っていうか、自分も職業っていうとあれなんですけど、でもそれしか知らないじゃないですか。でもなんか、あ、こういうお仕事形態の人もいるんだなとかっていうのが本当に配信をしてると、だからなんか、あ、なんか夜はた、なんていうの、夜めっちゃ、その例えばさ、それこそさ、道路のさ、なんか工事とかさ、そういうのとかも、まあ、わかんない、道路の工事かわかんないけど、その夜にめっちゃ働いてるとか、夜勤とかっていう言葉とかを聞くと、あ、夜頑張ってくれてる人も世の中にいるんだなって思う。本当にみんなありがとう。急に急にね。ね、学生はね、春休みとかも
あるだろうし。あ、サイコパス。言っちゃった言っちゃったがっつりはっきり言っちゃった、サイコパスってすみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう、パンダさん、さくら、ありがとう、うん、いやマジ課題のない春休みってこんなに幸せなのかって思うよね。なんかのドラマかなんだったかな、アニメかな、見てた時にさ、春休みなんだからか何宿題ないからみたいな話してて、え、今時の春休みって宿題ないのって思っちゃった。な、小中学生なんだっけな、なんかフラッと入ってたアニメだった気がするからあんまり覚えてないんだけど、なんだったっけ、サザエさんだっけ、サザエさん1時間スペシャルまだ見てないんですよね、やばいやばい、朔太郎さんハートありがとうございます。よし、どうだ、完璧、橋本完成、まあ、前髪なんてそんなすぐに崩れるんでいいんですけど、別に OK。 マクミックさんハートありがとうございます。パンダさんミラボールありがとうございます。ちょっと待って、目になんか開いてる、はい、じゃあこれ歌って終わろうかな。トゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥトゥルトゥテル、途中から焦点になっちゃった全然違う曲だったのにあなたがいてくれたから、どこまでも歩けたんだ。ありがとうございます、ミラボールありがとう、すみちゃん、さくらありがとう、おのっちさん音符ありがとう。さあそれでは橋本も顔が完成したので、はい、ランキング読みます。似合ったね、ランキングを読むってよ、ハッシュタグ橋本ランキング読むよ、いきます。お、今日の双子座は7位、相手との距離に気をつけたい日です。冗談を言ってもいいだろうと思って口にした一言が相手を傷つけてしまうことが、わかりました、今日は一切喋りません。またどんなに仲がいい人でも相手の家族や恋人のことには口を出さない方が良さそう。一
人にはそれぞれの事情があると聞き流すくらいがちょうどいいでしょう。そんなことに気をつければ楽しく過ごせる日です。友達との交流も広がって日頃のストレスも発散できそう。笑顔の絶えない日になるでしょう。これさあ、そんなさあ、気をつければ楽しく過ごせる日ってことは、気をつけなきゃって一日気を張ってないといけないってことでしょ。絶対楽しくないじゃん絶対楽しくないじゃんそんな日ね、そうだよね。絶対でもなんかそう、心がなんか優しくなる一日になると思うので、今日は心を穏やかに優しく、はい、生きていきたいと思います合ってんのかなということで、それではランキングを読みたいと思います。あ、待って、ゲッターズ飯田さんも見とこう。もうね、ゲッターズ飯田さん、私最近本じゃなくてね、1ヶ月写真に撮ってね、それ前も言ったか、やることが多くなってきた。そう、本を見るより写真撮っちゃう。もちろん本も持ってますよ今日は22日。顔見知りの人でも初めて会った人、あ、これあんまあれか、あ、でもなんかすごい友達関係というか対人関係について書いてありますね。だから今日は対人関係を気をつけて、はい、一日を過ごしたいと思います。ということでランキング読みます。ハピョン双子座なのよ。毎日そうした方がいい。それはそうなんだけどね、確かにマジでそうなんだけどねそれはめちゃめちゃマジでそうなんだけどね。絶対そうですよね、うん、毎日そうするに越したことはない。いきます。1位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位、カイカイさん、ありがとうございます。3位、コエポン1、自ら1、コエポン20〇20〇20〇1、自ら十字架背負うものさん、ありがとうございます。3位、サク太郎、あ、間違えた、4位、サク太郎アットハルピョンタンオシーさん、ありがとうございます。5位、ベジータさん、ありがとうございます。6位、山内さん、ありがとうございます。7位、おのっちやっと 3回目モデルナ接種して副反応で4日寝込んでました。でももう元気ってことかな、ありがとうございます。8位、クチュンあっとねえねえギュッてしてさん、ありがとうございます。しません9位、パンダさん、ありがとうございます。10位、 YMST さん、ありがとうございます。11位、すみちゃんあっと今日は俺もデコ出ししてピョンとお揃い界隈するわ。もう私前髪あるんでごめんなさいこれお揃いしてください。はい、12位、うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃさん、うにゃにゃにゃさん、あ、うにゃにゃにゃさん、ありがとうございます言えない。13位、マックミックさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー888位はしんさんです、ありがとうございます。ということで、皆さん本日はありがとうございました。また夕方やったら夕方見に来てください。多分やる気持ちではいるんですけど、ちょっとできる場所があるかっていう問題ですね。はい、なのでよろしく。終わり。それじゃあ、あとさ、208、でもさ、この時間の280人って意外と結構大変なので、あの、キリがいいのでやめますありがとう、バイバイ、またね、お仕事学校頑張って、あ、学校あんまりみんな今ないのか、頑張って、そしてお休みの人ももうウェーってしてください。バイバイ、ハルピョンの温泉シーン何回でも見てね。それではさよなら、バイバイ。